はい、ということでね、久々の製品レビューになります。今回紹介するのはね、TTGD の、ウェポンキャッチですね。まあ、田村装備開発さんのウェポンキャッチになります。前のね、レビューでよいしょ、このね、磁石タイプの、レビューは撮ったと思うんですけど、今回ね、まあ、結構メジャーな形のね、ウェポンキャッチが、去年かな出て、ちょっと全然レビューしてなかったんで、今回はレビューしてみようと思います。はい、ということでね、まず商品の、まあ、入ってくるもんなんですけどね、はい、まずウェポンキャッチ本体ですねと、固定用のね、ベルクロ、まあ、マジックテープが付いてきます。価格はね、5250円ですね。で、色がまあブラックと、RG とコヨテブラウンですかね、 CB があります。あとまあね、グリムロックが合うのとないのと、選べるようになってます。で、ここがね、まあこのウェポンキャッチの面白いとこなんですけど、まあここね、さっきのこのベルクロで固定するんですけど、固定して外すのって結構他社さんだとまあいろいろ、まあ、バックル外すタイプもあったりとか、なんですかね、よいしょ、本当のバックルっていうんですね、こういうタイプですよね、グッてやってカチッて外すタイプがまあ多いと思うんですけど、このね、田村さんのところのやつはここ引っ張ると外れるんですよ。で、ここがマグネットになってて、近くに持ててやるとこう勝手にひっつくタイプですね。ほんと全然力入れなくて、外した後は勝手にカチッと入ります。はい、っていうね、結構便利なものになってますね。で、裏には、田村さんのロゴがちゃんとね入ってますね。はい、まあせっかくなんで、取り付けをやってみます。ちょっとね、取り付けの仕方が独特なんですよね。まあ、そこに関してちょっと今から、準備してから、説明します。はい、ちょっとね、取り付けがかなり特殊なんですけどね、まずベルクロをね、2つに切ります。まあ、これね、田村さんのところのこの商品紹介ページのところに、動画があるんですよ、付け方の。ちょっとまあ特殊なんでね。で、まあそれ見てもらってもいいんですけどね。で、その動画の中でベルクロの長さがまあ15と20ぐらい切ってるみたいで、まずね、さっき言ってたこの、さっきこの部分ですね、に少し短い方を通します。で、次に、ここにね、少し長い方を合わせてやって、で、一回、ここで折り返してつけちゃいます。よいしょ。かな。で、これを、一回巻き込んでいくと。で、まず、この状態にします。こんな感じですね。はい。で、次のステップに移ります。はい。でですね、ついたやつを今度はね、このベルトのモーの部分に通します。まず下に短いのを通します。よいしょ。こんな感じですね。この1個目に通しました。で、長い方もこの上のね、ループの部分に入れてやります。ちょっとベルクロなんでね、引っかかりがあるんで、ちょっとやりづらいんですけど。こんな感じですね。はい。で、もうこのままね、折り返して、くるっと巻いてやると。もう一度リセット。この状態です。ちょっと黒でね、わかりづらいかな。こんな感じですね。で、短い方を内側に入れてやって、で、この長い方でね、こんな感じで、ぐるっと回してやって、まあ、巻きつけてやるような感じですね。こんな感じですね。で、こっちのね、もちろん長い方を取り付けていきます。はい。でね、本体の取り付けですね。まずは、ここにね、グリムロックつけてるんですけど、ここに、よいしょ。こいつを、後ろ側をね、
けてやります。まあこんな感じですね。で前の磁石のところにはめてやると取り付け完了です。まあ、ここにねあんまりまあ隙間ができないようにつける方がいいみたいですね。まあここにねバンテージがあるんでね、もう一周巻いてもいいかな。ちょっときついか。まあちょっと後で調整します。これでね、銃ちょっとつけてみますね。はい、ということでね、とりあえずつけてみました。こんな感じですね。で、ちょっと長さ調整したんで、まあ、あんまり遊びがない状態ですね。で、メインで使ってる、最近まあ、電動でメインで使ってるね、BCC45 ですね。まずはスリングをつけます。まあ、どうしてもね、僕ワンポイント好きなんですけど、ワンポイントだと、これまで下ろすのはすごい楽で次移りやすいんですけど、移動の時やっぱこれが動くんですよね。なのでやっぱこの辺がこうあってつくとすごい楽は楽なんですよね。ちょっとね使い慣れてないんであれなんですけど、まあこんな感じでねつけてしまえばだいぶ動きも阻害されないんで、ね、まあナイフ抜いてもすぐ動かしやすいですね。はい、まあ、ハンドガン抜いても全然どんでも大丈夫です。で、まあ使いたくなったらこんな感じでパッと外して使えるという感じですかね。はい、もともとこのタイプのねウェポンキャッチも1個欲しかったんでね、どうしようかなと思ったら、まあ、田村さんが出したのでつけてみました。まあ、結構ね便利ですよ、慣れると。ちょっとつけはな前の磁石式ですかね、本当の。このウェポンキャッチには勝てないですけどね。まあ実際、なんていうのかな。ある程度余裕を持ってからね、ウェポンキャッチにはつけるもんなんでね。これ多分、タク取りかなりしやすくなりますね。よいしょ。まあまあ、いいんじゃないでしょうか。ちょっとね、よいしょ。見てもらうとわかると思うんですけど、ここね、マガジンにね、干渉するようにつけてるんで、やっぱりね、ちょっと、刺す分には問題ないんですけど、開けるときに気持ちね、ちょっと癖があるかな。うん。まあ、さっきも言ったように、パッとね、どうこうするもんじゃないんでいいんですけどね。はい。ちょっとね、付け外しはもたついちゃいますけど。まあ、慣れるとそうでもないんかな。うん。付けるときはテンションかかってるから、手間かかるかな。うん。まあ、使い方いろいろなんでしょうけど、この状態で差し込む方が早いかもしれんな。はい。うん。まあ、これだいぶね、タクトレとかするときはすごい楽かと思いますね。はい。かなりバッチリ引っつくんで。まあ、もうちょいこっちかな。この状態だったら全然ね、問題なく動けるんで。うん。で、欲しくなったら、これで、すぐ使えるんで、いいですね。はい。ということで、ね、すごい簡単なレビューですけど、今回の動画はこれでおしまいします。ちょっとね、いろいろ面白いも買ったんで、連続で多分いろんな製品の商品レビューアップすると思うんで、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、ということで今回の動画は以上です。